の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。どうもウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございます。こんばんは、お願いします。まあちょっと歪めんな顔をいきなり。顔を歪めるな。じゃなくて喋れよ。ポッドキャストでやってんだから。ああ、そっか、はい、ポッドキャストでやってんすか。ポッドキャストでやってんだよ、今更なんで。たまに、YouTube、そのお前は10年じゃないですか、うん、YouTube で10年やってきたって言うけど、うん、やってないからね、お前誤情報すごい言うけど、うん、ポッドキャストでやってんだよ、基本。そうね、お前渡り歩いてきましたから。そうそうそう、 YouTube だけで言うとそんなの、そんなにやってないんだよ。そうね。理解してください、そろそろブチラジが何かを、うん、ブチラジ YouTube で10周年、うん、違いますから、それ時々言ってるけど。YouTuber より早かったみたいな嘘ついてるけど。YouTuber がいる前からやってましたからね。なんでじゃあ YouTube に乗っかり出してるの、僕らは。じゃないんだよ、全然後ですからね。ポッドキャストか。ポッドキャストでやってます。はい、こんばんは。なんか寝違えたんでしょ。寝違えたんですよ。最悪ですよ。いやいや、最悪ですよっていうか、まあまあ確かにな、めちゃくちゃストレス。寝違えは確かにな、なんかなんでそんなことになるんだろうな、今考えたら。なんなんだろうな、回復すべき行為で。そうそうそう、なんでそんなダメージを負わなきゃいけないんだっていうね。もうただ座ってるだけでももう辛いですからね、ひどいやつ、ひどいバージョン。ああ、まあまあまあ、でもしょうがないですから、それはどうしようもないし。しょうがないか。いやいや、腹立つんだよな。いやいや、でも知らないよ。腹立たん。いや、腹は立つよ。そのなんでこんなことに、確かに思うよ。一番なんか悔しいじゃないですか。悔しい、でもどうしようもないもん、もう。誰に怒ったらええん、これ。だから知らないよ、その感じで顔を歪めてオープニングやられてもみんなは知らないし。こんばんはって言って頭下げた時ビキッてなって、またそれで顔がってなって、そうでしょ、うん、かといって触れないわけにはいかないじゃないですか。 そうね、でもしょうがないかも。痛いんじゃもん。だから一応言っといたっていうことですからね。 ありがとうね、説明してくれて。そうそうそう、本当にありがとうないのまで。もうやめるやつじゃねえか。寝違いが原因で芸人を引退するやつ。人間だ。あと分かんないですけど、最近なんかテレビとか見ました？いろいろ見た、配信とか多分 YouTube とか結構見ただろう。見たな。何見ました、どういうの見た。どういうこと、なんかアマプラ的なこと。いやいや、じゃなく、今日ここ、まあ言ったら今日いろんな情報がちょっとね、あるんで、これからその説明もしていくんですけど。お前の出とるやつは欠かさず見てる。いいよ別に、お前も出ろ。だからお前の配信とか、だからお前も出ろ、うん、いや、なんかそのか、なんていう、会議、打ち合わせじゃないけど、ちょっとやってる間に、結構関西弁使ってたから。見たな、やっぱりそうだろうなと思って。相席食堂見た。そう、ツッコミで、しかもなんかその、ああ出とった。一番なんていうの、千鳥さんの真似をする一番つまんない大学生ぐらいの、ちょっと待て的なやつ。ああ、なんかそうかそうか、よかった、当たってましたね。当たってた、まあ見たよ。相席食堂めちゃくちゃ見たな。いやいや、溜めて。いいよ別に、僕溜めて見る派なんだから。見るな、関西弁になってたから。なんかやめてくれ。見たわ。なんとかやないかいみたいな言ってたから、相席食堂でも出てない。なんかコロチキとか見たもん。だからいいよ、もう見たとしても、なんでその言語がもうその乗っ取られるんだよ。ないが、そういう、あんまりこう自分が持て自分を。まあちょっといろいろね、告知ものもあるんですけど、はいはい、まあその前にタイタンライブレアが昨日ありまして、はい、見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。まあちょっと仕事でね。そうですそうです、まあ、キャンプでしょ。キャンプ、まあ、珍しく、一人でね、仕事があったということで、ええ、僕が MC やらせてもらったんですけど、ええ、まあ、勘違いしてほしくないのは、うん、別に僕もその日2つ仕事はしてますからね。その、何にも言ってない。いやいや、でも珍しく相方、その説明とかで珍しく相方に仕事があってみたいな、僕が空いてたからみたいになってるけど、全然全然のことはないんですよ。で、僕も2つ朝からあって、終わって飛び込みでレア行ったんですよ、で1人で MC やらせてもらったんですけど、その僕、本当にちょっと、知らなかったんですけど、まあ、1人で MC じゃないですか、結構、まあ、大変っていうか、まあ、でもまあこうちょっと話して、まあ、進行していくかっていうイメージで、楽屋でこういろいろ考えて、本当に出る直前に知ったんですけど、無観客だったんですよ。え、その前回お客さんいて、まあ、ちょっとご時世がまたねこういうことになったから。あ、そうか、それ知らなくて僕、無観客相手に一人で、うわーってきついな。めちゃくちゃきついでしょ。でしかもそのまあ言ったら目の前の小宮山さんと高崎さんだけなんだよ。そうだな。その配信機材をやってるこの二人を相手に僕一人で出てきて小粋に喋るのも変じゃん。変じゃな。それをしかも
それが分かってればまだいろいろそれ用に考えたけど、うん、お客さんいる想定のトーク考えてきたから、うん、いざ出る直前にあれと思って、あ、無観客っすよみたいに言われて、うん、いや無観客なのみたいな、全然話変わってくるそうだろ、うん、無観客で暗闇にうっすら見える高崎さんと小宮山さんに向かって、うん、いやもちろん配信では見てくれてると思うけど、うん、そのせめてコンビでいればここでおいなんだよとか、ここでいけるからね、そう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 、それもないし、で、うん、お客さんにちょっとあれ見ましたとか、まあもちろん声は返せないけど、うん、お客さんいれば反応もあるから、そう、ね、ラリーできるじゃないですか、何、うん、もない中、今日じゃもんな、今日と一緒、今日よりひどい、今日よりひどい、一人バージョンです、相槌打つやつもおらんし、そう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 邪魔がないとも取れるけど、まあねまあねじゃねえよいや、そうそう、だからすごいな、それもちょっと大変だったんですけど、まあそこでもちらっと一応話したんですけど、レハの楽屋行って、うん、まあバティオスのね、あの楽屋でみんな着替えたりするじゃないですか、でそれぞれのこう荷物がみんな置いてあるでしょ、リュックとか、まあそのコロンビアのリュックとかいろいろこうみんなね、それぞれある中、一個そのプレステージの紙袋あって、プレステージってあの AV メーカーの プレステージのやつあるってなったの、急にそのみんなのリュックの中に1個プレステージの紙袋があったから、で、な山源さんとかがそれこそ猫に鈴の、まあ好きですからね山源さん AV はいやいや、そんな言い方してやるの、いやいや、めちゃくちゃ好きだよ、別にみんな雑誌買うぐらい好きなんだよ AV の雑誌めちゃくちゃ好きなんだ、だからか、だからか、山源さんプレステージやみたいな、なるよな、そりゃ何やこれ誰やみたいななったけど、その数秒後にみんな、あ、グンピーだっていう、そのあ、まあ俺もそう思った、そうそう、あのやっぱうちのこの事務所にはあのほぼ AV メーカーと仕事してるやつがAV 女優とむちゃくちゃコラボしてますからね、ね、我々は今もバキドーブルーブルーでおなじみね、前でやってるんで、うん、やっぱあ、そうかっていう、そのグンピープレステージの紙袋持ち歩いとんだ、紙袋を持ち歩いてて、うん、なんでこいつみたいな話をオープニングでしたんですよ、うん、一応ね、暗闇の中、うん、暗闇にうっすら映る高崎さんと小宮山さん一応カメラの前に届いてたら信じたいけど、うん、僕は高崎さんと小宮山さんに実質な実質だから紙袋があって、うん、それが軍備のでしたっていう話をして、うん、で楽屋に戻って、うん、こういう話したっていう、あの山源さんとかにそういうこの話しましたみたいな言ったら、遠くに軍備がいたんですよ、春と飛行機の軍備がいたんですけど、パッて見たらその着てる T シャツの背中にもプレステージって書いてあってマシモンやろ、そうそう、プレステージ T シャツ着てて、うん、T シャツもやって山源さんが、うん、おい T シャツも着とるやんけみたいな、でえ、なんすかって振り返ったら、もう胸にはデカデカとプレステージって書いてあってあいつもすごいなんだよ、あいつはよう着れるなとは言う体験けど、まあでもまあもうほぼあっちの仕事でしょあいつはね、いやだからならではではありますね、すごいな軍備、まあ、ちょっとめちゃくちゃ仕事しとるもんな、見てくれた方、いやそうですよ、それはそうですよ、もう YouTube も9万人だか8万人だかなんかマジでなってますから、それはそうですよ、もうとんでもないやつですからね、まあ、あのタイトナブレア見てくれた方々ありがとうございました、ありがとうございました、でちょっとここからあのいろいろ告知があるんで、告知というかちょっとその説明をさせていただきたいんですけど、うん、はい、まず、もう公開収録がいよいよ迫ってきましたね、はい、9月15日に、ね、はい、公開収録がザ・高円寺であるんですけど、今日流れてる、明日ね、全然違いますよ、うん、適当なこと言わないでそれっぽく言うな、これが流れてる次の日、ね、全然違うんで、これを撮ってる日でもなければ流れてる日でもないし、その次の日でもないし、うん、全然違いますから、そうですね、9月15日に15です、あります、あの間違えないでくださいね、うん、であのちょっと会場の方の、注意というか説明なんですけど、はい、まあ、こういったご時世なので、感染症対策、まあ、詳しくはホームページとかにも、うん、もちろん載せるんで、ね、そちらを確認していただきたいんですけど、うん、あのチケットの裏とかにこう名前とか連絡先を書いていただくようなこととかも、あ、そういうのあるんですね、あったりすると思いますので、その辺ちょっとご了承くださいというのと、はい、あと物販なんですけど、はい、これは会場中のみ、開演までの間ってことですよね、会場して開演までの間に、はいはい、始まるまでね、物販やるんですけど、はい、まあ、こういうご時世なんで、うん、ちょっと人がこう集まったりとか、うん、なかなかその辺も厳しかったりするので、あ、受け渡しとかね、そうそう、無人販売します、お、田舎とかだと分かると思いますから、野菜の無人販売、青空市場みたいなやつ、お金入れて取っていくやつね、うん、あれをやります、あ、史上初じゃないですかね、あのイベントのグッズで無人販売やるの、新しい試みで、そのグッズなんですけど、以前から言ってる、バシコバさんが作った T シャツね、まだ僕らも見てないですけど、その T シャツと、まあ、小宮山さんというかヘルミッペ、はい、ヘルミッペさんが作ったステッカー、その2種類があるんですけど、うん、T シャツが3000円、はいはい、そしてステッカーが200円、なんで、うん、これ無人販売なんでぴったり持ってきてください、絶対に、そうですね、約束を破るな、お前らは絶対その、うん、これだけは聞いてくれ、
T シャツ3000円、ステッカー200円、うん、まあ、ステッカー何枚とかでもいい、 T シャツも別にいいんですかね。なんで、まあ、欲しい数の分のぴったりを持ってきてくださいね、はい、これはよろしくお願いします。お釣りがないのでね、そうそう、本当にないですからね。だから多めに入れてもダメですからね。多めに入れてもダメです、うん、そんなことしたって別に僕らが得するわけじゃないん で、 ないんで、ね、ぴったり持ってきてください。お気持ちは嬉しいんですけどね、お願いします、うん、で、まあ、ぴったりだけ持ってきてもらって信じてやれで終焉のネットの方でも販売しますんで、はいはい、配信を見てる方々も買えると、なるほど、ね、いうことになっております。で、はい、ちょっとまだ説明ついて申し訳ないんですが、うん、その配信の方の話なんですけど、うん、まだその情報がずっと出てなくて、うん、いつ配信チケット発売するんだとか、はいはいはい、思ってた方もいると思いますが、はい、ちょっとややこしいんですが、はい、この度ですね、はい、タイタンの配信っていう、はい、サービスがスタートします。おタイタンの若手芸人のライブの生配信とアーカイブ視聴サービスのが含まれた、はい、タイタンの配信というサービスがスタートします、はい、これはですね、はい、タイタン主催のライブの生配信、うん、言ったらタイタンライブレアとか、うん、パンドラとか、あ、はいはいはい、あの辺のライブを今まで個別にこう購入して見ていただくっていう感じでしたけど、配信チケットを買ってもらってましたけどね。そうではなくてそれをこう一括にまとめて、うん、主催ライブの生配信やアーカイブ配信、さらには DVD 映像作品のアーカイブ配信をやるサービスということになっております。サブスクや、そうですね、言ったらそうなんですけど、その中で、このブチラジの公開収録も配信します。なるほど、生配信しますんで、はい、なので、はいはい、このタイタンの配信にとりあえず入っていただくと、はい、こちらが、月額2000円となってまして、まあライブ配信1本分だと思えばまあ言ったらそれぐらいの料金しますから、そうですね、それプラス他にもいろいろ見れると、うん、で最悪いろんなライブのアーカイブが絶対にこの公開収録今回のだけしか見たくないんだっていう人はまあ最悪それでやめてもいいですけど、うん、まあやめたなとは思うけどねまあ思うよねやめたなってバシクバさんとモモキさんは、うん、思う、傷つくと思うですけど今回その中でやるということで、あ、そうなんですね。でですね、はい、このタイタンの配信なんですが、まあ、今回からスタート、うん、今月からスタートなんですけど、はい、でこのまあ言ったら、うん、いろんな過去のやつあって今月はこれ見れますとか、まあ、期間はちょっとそれまちまちだと思いますけど、うん、があるんですけど、うん、今月はですね、はい、ウエストランド盛り合わせとしまして、はい、まあ、さっき言ったように、9月15日にあるウエストランドのブチラジ公開収録6、はい、まあ、6回目の公開収録の他にですね、はい、我々の単独ライブとかですね、ちょっとラインナップ言いましょうか、はい、まあ、9月はですね、はい、まあ、9月15日に公開収録ありますね、これが生配信で見れます、はい、アーカイブも見られます、はいはい、で9月17日に、うん、タイタンライブパンドラ、はい、若手のライブですね、はい、こちらも生配信とアーカイブが見れると、うん、プラス今回ウエストランド盛り合わせなので、うん、タイタンライブレアの今年の7月公演、うん、まあ、我々も出てる回ですね、ネタをやらせてもらった回、はいはい、うん、プラスですねウエストランドの DVD 漫才商店街、伝説の満床が、満床がここで見られます。プラス懐かしい、ウエストランド第1回単独ライブグリーン、はい、これも見れます。そしてウエストランド第2回単独ライブファイン、おう、こちらも見れます。すごいな。さらにですね、大安売りじゃん。大安売りです。いやマジで大安売りです。言うのが迷ったけど大安売り。さらにですよ、うん、ブチラジの公開収録1から5まで、これも全部見れます。大安売りじゃんマジですごくないですか。全編見れるってことですか。しかも YouTube に載ってるあの30分とかじゃなく、うん、全編基本的に映していいとこ、その、はいはいはい、一般の方が映ったりとかいろいろそのもろもろ映ってないところを除いて、ね、それを高崎さんが改めてこう編集してくれたみたいなので、そうなんですね、そのバージョン1から5までが全部見れます。全部見れる、その様子が。2015年から19年までの公開収録が全部見れます。いやすごいな。これは見てみ、虫が歩いてますからね。ほんまじゃめちゃくちゃ飛んできた。歩いた末に僕の目の前に来ましたからハムシ飛んどる。これすごくないですか。すごいね。安いだろ、じゃあ2000円なんか。そうなんで今回は、まあ、今月はウエストランド盛り合わせなんで、うん、我々のがこうやっていっぱいありますけど、また来月は違うことになるかもしれませんし、うん、あ、そうなんですね。今月だけしか見れないですね、逆に言うと。まあ期間はまだはっきりは決まってないんで、はっきり決まってないんですけど、とりあえず9月は、はい、レアの7月分と、
我々の DVD と単独ライブとさらにブチラジの公開収録が全部見れますんで、ぜひぜひこれはね、いやね、入っていただければと思いますんで、お得ですから、うん、でですね、はい、なおかつ今後はですね、まあ、これもまだはっきりとは決まってないんですけど、はい、チケットの優先予約とかですね、会員割引などのファンクラブ機能も充実させていく予定ですと、はい、あ、そうなんですか、いうことになってます。ちょっとタイタンハッピーは何ですかあれは、あれをなくしていくっていう、まあまあはっきりとはまだ決まってはないですけど、なくせや、こ、まあ、だからもう方針として移行するんでしょ、いやいや、その機能もこっちに持ってくるんでしょ、いやいや、まあ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 、でもそのまあまあまあいらんがあんな、いや、おい、あんなサイト、はっきり言うな、落ち込んでるみたいですね、やっぱバシコボさんと桃木さんは優しいな、よったななんで、はい、これはちょっとあの新しい試みというか、はいはい、いいことですね、いろいろとね、うん、これから始まっていくんですけど、うん、タイタンの配信は映像サブスクリプションサービス、はい、サブスクリプションサービス、もうサブスク以外は言ったことがないよ、そのサブスクの先をリプションサービスっていうんですね、はい、まあ、在庫ラボ、まあ、在庁っていうのは、はい、我々がいつもお世話になってる K プロさんのライブとかも、あ、はいはい、まあ、言ったらレアとかも今までも在庁でやったんですけど、その中の、まあ、一環ですね、在庫ラボを活用してやっていくと、はい、まあ、多分このブチラジのこれが載ってる時にはもう情報解禁になってると思うんで、調べていただいて、ね、それもちょっとホームページとかで見ていただきたいんですけど、はい、その中で、はい、ブチラジの公開収録今回生配信ありますんで、はい、とにかく入ってもらって、言ったら過去のこの公開収録をちょっと全部見ておいてもらったらね、そうですね、いろんな流れがありますからね、より楽しめるかもしれないので、ぜひぜひよろしくお願いします、お願いします、そして、はい、ちょっともう申し訳ないんですが、ピンネタが、あ、ピンネタを見れる、そのやったかじゃん、お前がその河本太 R1 への道みたいな、あ、やったね、最初にね、あのネタは見れるということですね、あのネタ見れるんだいや、見てくださいって言わないと、きつい、まあ、きついなただ、2015年から19年までやってるんで、いろんな変化は見れると思いますね、まあね、お芋、まあ、お芋あるだろうし、お芋見れるだ、見れるだとおいがすごいなおいた、ただ生ののしりは多分吸って、それは映ってるところと映ってないってことがあるのかな、あの、ぼかして、あ、ぼかして映、皮ぼかして、ちゃんと高崎さんが全部編集してる、ね、これでも言ったら見れなかった映像ですから今までね、初出しですよね、言ったら配信で言うと、うん、そうだそうだ、あの場にいた人しか見れなかったやつがついに、マジ貴重だよ、こんなフラット始まるもんなの、なんこれをもうちょっと言った方がいいんじゃないですか、月一とかで出したい、小出しにすりゃいいのに、なんでこんな、高崎さんがいっぺんに、あのピンネタ見れるよ、それが売りだからって言うけど、じゃないよ、じゃないよ、生ののしりその以外のだから全編を見れるのは多分、あの太田さんが絶賛したね、あ、生ののしりは言ってくれてたりもしましたし、うん、言ったらあの場にいた150人しか見れないやつが見れる、今回見れるわけですから、すごい、オープニングアクトも、オープニングアクトも見れるんですね、これはちょっとね、あの意味わかんない方もいるかもしれませんけど、うん、あ、すごいな、これだから絶対お得ですよ、いや本当ですよ、ぜひぜひちょっと入っていただければと思います、タイタンの配信というサービスがスタートしますからね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、いろいろあった結果ね、やっぱシンプルにした方がいいだろうっていう、うん、あのことになりました、誰がつけたんですかそれ、これはでも僕もタイタンの配信でいいんじゃないですかっていう、そのまあ、高崎さんとか話してて、やっぱいろいろこねくり回すとまたタイタンハッピーみたいな、いやいやとは言ってないよ、うん、とは言ってないですけどね、やっぱまあまあまあ惨劇が繰り返されて、そんなことない、下がるとこ出したけどね、そんなことはないんだよ、大詐欺、違うよやめろ、そして、うん、ここからは、公開収録の方の告知なんですけど、今回のね、はいはい、今回のやつ、まあ、ずっと言ってますけど、うん、各自家で作ってもらう公開収録オリジナルメニュー案ですけど、はい、オリジナルメニューを作ったらハッシュタグ、まあ、ブチラジです、ハッシュタグブチラジ、ブチラジ、ブチはひらがな、ラジはカタカナですからね、カタカナ、はい、あのプチラジじゃないですからね、はい、あの錦鯉の雅紀さんはずっとプチラジって言ってますけど、言ってましたね、あのブチラジですから、何回言っても直らん、でもやっぱプチラジって思ってる人結構いるんで、あ、そうなんだ、ちょっとしたラジオとしての、あ、そういう意味、ブチの方が意味は分かんないですから、まあね、我々の方言ですから、方言ですから、ええ、ひらがなブチカタカナラジのハッシュタグブチラジをつけて投稿してください、はい、みんながちゃんと料理を作って SNS にアップしてるか、イベント中に監視します、え監視って何なんだよ、まあ、見せれたら見せれたりするのかな、出たりスクリーンに出したり、あ、いいっすね、じゃあそうですね、なので、うん、投稿してもらったレシピはで、さらに別のサイトにまとめたりもしますんで、はいはいはい、他の人もそれを見て参考にもできるし、いいですね、ぜひぜひ皆さん載せてください、よろしくお願いしますまあみたいなもんですね、そしてですね、ブチラジのご利益、これ10年の
皆さんの成長を募集してるじゃないですか、ね、ぜひぜひこれをちょっと送ってきてもらわないと、うん、今のところ日中の四天王ナギトからしかほぼ来てないっていう、あそうなほぼナギトのみになってるんで、ナギトに関してはこっちから呼びかけてるから送りざるを得なかったっていう、そうか、だから実質ゼロゼロなんですねってことになるんで、自主的に送ってきた人はゼロあの本当に何でもいいです、この聞き始めて、うん、7,8 年経ちましたとか10年聞いてますとか、そうそうここ1年聞いてますとかで、その中で自分がどうなったか、うん、もう学校卒業しましたとか、ああそうです、ね、そんなもんでもいいですから、うん、何でもいいんで送ってきてください。面白くなくていいですから、面白さなんていらないんだから、うん、期待してないから別にそもそも言い過ぎだろ、送ってきてください、よろしくお願いしますさらにですね、はい、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、はい、公開収録恒例の生ののしり先生も行います。おお、ただ、まあ、今回はいつもだとその場でアンケートに書いてもらって回収とかしてましたけど、うん、やってましたね、それがまあご時世的にできないということなので、はいはい、いつものののしり先生の投稿フォームに送ってください、はい、で、はい、その上に公開収録行きますとか、はい、配信で見てますとか書いてくれれば、ね、その人に向けてやりますね。あんな今一番ダメですからね、上げて目の前でふわーって叫ぶなんてね、そうじゃな、最悪のコーナーですから今ほんまよ、まあ、しょうがない、そのあの時はこれを想定してないからしょうがない、まあね、しょうがない、それはやるよ、そうやってましたからね、うん、めちゃくちゃ飛沫を飛ばすコーナーですから、飛沫は飛びますよね、これはちょっとそういうわけにはいかないんで、いつものホームに行きますと、はい、書いていただければ行きますって言って、あのめちゃ、まあ、手とか上げてもらうかもしれませんし、立ってもらうぐらいはいいんじゃないですか、もしあれでも見つけリアクションで見つけますからね、うん、おりゃーって言った時にビクってなるお前かできるからねなんでそんなことするんだよあと T シャツパクんなよ信じよ、それ大丈夫でしょ、さすが本当にでも無人ですから、あの別に誰かいるとかマジでないんで、本当にこれ何でもないですけど、ぴったり持ってきてくださいね、うん、という、ブチラジの公開収録と、タイタンの配信というサービスがスタートしたという告知だったんですが、すごい、ね、もう一つちょっと告知がありまして、はい、こちらはヘルミッペの告知になるんですが、はいはい、どうしてもしてくださいって。ちなみにですね、はい、今ヘルミッペ、はい、まあ小宮山さんことヘルミッペがですね、はい、まあ、個展とかもやったりして、色もやってるところもあったりするのかも分かんないですけど、うんうん、プラス今あのアディダスとユニクロでに展示されているとあすごいですね、引くぐらい売れとる、うん、そうですね、だから僕今もアディダス着てますけど、僕なんてアディダスとユニクロを着るんだから、うん、そうだな、ほぼ小宮山さんヘルミッペの中で活動してるんですけど、うん、その、 あのヘルミッペから新たな告知としてですね、うん、まあ一応まあそうか、まあ、公開収録の告知と合わせてちらっと言いますけど、これですね、ゆずの特別展にですね、ゆず、あ、果物じゃなくて本当にあのミュージシャンののゆず、あのゆず、ね、夏色のゆずですか、夏色のゆずの、特別企画展というのがありまして、ああこれはですね、あのゆずさん、はい、もう超一流アーティストの超一流ゆずの曲、それぞれの曲をモチーフにした展示をしていると、ああ、まあ、ドット絵を中心に、はい、それが展示されている、まあ、だからトリビュートアルバムのアート版というのが、9月15日から30日まで、やっているという中にヘルミッペが入っております。すげー、他のメンバーですね、すファイナルファンタジーのキャラクターをデザインした人とかの中に、先生じゃがんもう、だから、公開収録の告知だってこれ言うのめちゃくちゃ恥ずいんだ、うん、おい盗むなよとか言った後に盗むかこっちはもうバシコバの T シャツなんか誰が盗むのそもそもこっちはマジですごいですからね、すげえな、震えるわ、これが渋谷ですかね、エレファントスタジオというところで本当にやってるみたい、ガッテン、いやいいエレジョンさんじゃないよ、あ違うんですか、エレジョンさんもでもね昔は出てもらったり、出てもらう、公開収録も出てもらったりしてますからね、そうそうそう、うん、でもこっちはユズですから、エレジョンさんの1億倍すごい、うん、1億倍じゃ効かんの、いやこれはでもすごい、いやお上手の高松さんも羨ましがるだろうな、高松さん喜ぶだろうな高松さんゆず、ゆずめちゃくちゃ好きですからね、うん、高松さんにこれあげ、これあげようかな、高松さん喜ぶんじゃない、マジでめちゃくちゃ喜ぶでしょ、今手元にねこの告知用の紙みたいなのあるんですけど、うん、これも可愛いのフライヤーね、これもすごいしね、とうとうゆずと仕事をするようになりましたんで ね、まあいろいろちょっと長々と告知しましたが、はい、小宮さんがゆずの仕事をするということだけでもそれしか残らなかったもうタイタンの配信とかもそうなんだよ なあ、ゆずですからね、ゆずですよ、もうすごすぎるわ、ということで皆さん9月15日に向けて過去のもぜひ見ておいてください、はい、お願いします、します、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラ ジ、まあ、まあエンディングに近いんですが、公開週、そういや前回あのダブルブッキングでこれ撮れなかったじゃないですか、うん、バシコバさんさっきいたじゃないですか、う
謝ってきてねえだろ。あ、ほんまじゃ。普通に逃げたぞ。何にも言ってなかったな。いや、なんか無理やけに積極的に公開収録の話をしてたんで。しとったしとったな。なぜなら、あの昨日先週のことを言われないように。うわ、どうしますか。忘れとったわ。ちょっといつか言わなきゃ。めちゃくちゃ口数多かったもん。怪しいんだよ。怪しいんだよ。バレないよ。あんな喋んないじゃん。ノン。だから絶対言わないようにしてない。そういうことなんだ。まあ、見事忘れとったけど、みんな。そう。やりやがったな。どうなんだろうな、真相は。まあ、ザ・高円寺で締めてもいいですけどね。まあ、そこまで取っといてもええな。それぐらいのミスですからね。うん、じゃあこのコーナー行きましょう。公開収録オリジナルメニュー案、はい。来週開催のブチラジ公開収録の時に、各自家で作ってもらうオリジナルメニューレシピを送ってもらってます。ブチラジネーム4人兄弟の国際人間、うん、去年の自粛期間に河本さんが生配信で料理していたなめろうがめちゃくちゃ美味しそうだったので、おつまみとしてなめろうはいかがですか。ちなみに配信ではアジの貝とサーモンの貝がありました。レシピは河本さんの YouTube をみんなで遡りましょう。まあ、でもこれはまあ普通の料理ですよね、いたって、うん、まあまあまあ普通にうまいよ。簡単だし、まあ、作ってね、のせてください、それ、ね、うんうん、ぜひぜひおのおの作ってください家で。そうですね、うん、別にだから何も起きないんでこのコーナーって。そのそうなんだ。まあ、ただ公開収録でピックアップはしますんで。ああ、一応ね、うん、それは映せりゃ映してもいいですしね、うん、そうですね。ブチラジネームスズメネームオグリチュン。何スズメネーム入れてきたんだよ。井口さん、河本さん、こんにちは、はい、名前和解のプリングルス。僕はウエストランドの週刊少年津山で巻き起こったプリングルス論争が大好きです。はいはい、酒のつまみにいいか、ね、1位がプリングルスっつって、うん、じゃあお前プリングルス以外食うなよっていう、ね、そうそうそう、喧嘩ね。僕ソーセージとかが絶対うまいんだからお前食うなっていうやつね、うん、っていう正論ね。正論じゃない、暴論ね。僕の正論ね。食うよあれや。いやいや、お前はプリングルスしか食べないって言ったんだから。言ってないよそんなこと。1位って言ったでもサワなんだっけ、サワーサワークリームオニオンね、がめっちゃ好きなんでしょ。 その一番それだけをだから食えよお前は。だけど何でそうなる。1位じゃ。僕はソーセージとか1位だったらソーセージ食べれるからね。お前はプリングルスだけを食べる。じゃあソーセージだけ食うんかお前は。いやいや、僕はだって別に1位というかそのないもん、1位が。ずるいんだってそれ。でもプリングルスは食べないんで僕は。お前にはプリングルスをやる。それ以外は全部僕もらう。それがずるじゃねえだろうが。1位に置いとったって、他のもん食ったって。いやいや、ダメです、はい、なんでダメなの。一番好きなおつまみは何という質問に河本さんがプリングルスと言ったことから、うん、じゃあお前は机にウインナーが置いてあってプリングルスを食えよ。あ、でもこれは合ってますからね、うん、合ってない。テーブルにあったらウインナーも食うよ。お前はプリングルスが1位なんだから食うなよ、うん、あるんだからウインナーも1本くれや。プリングルスが1位なんだからプリングルスだけ食う、うん、さっきやったなこれ。と永遠と続くやり取りが本当に不毛で顎が痛くなるほど笑いました、うん、ということでプリングルスサワークリームオニオン味とウインナーを同じ皿に盛り付けてプリングルス論争を終結させましょう、うん、これ公開収録で出せたら本当に出せただろうな。そうじゃな、ロフトとかでね。ウインナーもプリングルスも別に普通に出せるし、これは出せたな。それか本当にプリングルスとウインナー出してどっちが売れるか対決もできたかもな。そんな対決する必要ないもん別に。いやいや、お前はだってもうとにかくプリングルスと心中するっていう心中戦を覚悟なんだろ。なんでお菓子と心中戦。もしプリングルスのメーカーさんがまあ全然大丈夫だと思うけど、何かあった時にもし潰れちゃったりしたらお前はもう終わりですからね。僕はいろんなウインナーメーカーとそのなんてずるいだろうだってウインナーってだからいいんだもん。お前プリングルスのサワークリームオニオンだけがいいって言ったんだから。だけがいいと言ってない、1位って。でも同じテーブルになったらそれを食べなきゃいけないんだから絶対。なんでの。1位ウインナーの気分の時があった。いやいや、そんなんダメです。1位なんだからそれはダメですよ。1位はだからって他のもん食べちゃいけんっていうことにはならんけんな。まあ普段は最悪言ってもテーブルにあったら食べてくれ、それだけを、うん、なんでの。いやいや、でもそれはしょうがないよ。じゃあもう本当に100歩譲って、うん、テーブルにじゃあプリングルスとウインナーがあったら、うん、それはプリングルスでどっちかしか食べちゃいけないってなったら、うん、プリングルスをお前食べるわけだろ。そしたらいやいや、気分じゃない時はウインナー食う。気分なんかダメ、そんなんダメだよ。ええだろ別に。絶対にウインナー食べたくなるからねお前も。僕がウインナー食べてたらてかウインナーだって好きじゃんもん俺別に。いやいやウインナーもいやいや、プリングルスだけを食べてください。ほんまギリ2位ぐらいで。いやいや、ダメダメダメ。僅差の2位だとしても1位を食べてください。それはなんでな、1位なんで1位に選んだら。いや、そんなんじゃ野球のドラフト会議で1位指名して、うん、こいつもいいなとはできないわけですから。そりゃ、うん、2位のまでに僕がもう取ってんだもんウインナーは。違う、別にみんながプリングルス取らんのなら1位指名する必要はないよ。だからそれがダメなんだよ、そのルールがないからね。
別にルールがないってみんながしないからだったらとかできないんだよ。だからドラフトもそうだろ。ドラフトなんかあれこそあれこそそういうゲームじゃが、うん、まあそういうルールは2位指名本当は1位で欲しいけどあえて2位指名したりする人もいるわけでしょ。あれでも今回はあのないんで2位以下はなんでなん2位以下はないんでプリングルスだけなんでないんだ。食べ続けてくださいね。あでもこれやりたかった、これぜひ皆さん。ただみんなこれ写真載せたところでプリングルスウインナーとか。そうだよほんまに、ね、料理もクソもないよあんな。まあまあいいです、これもいいです、うん、やってください皆さん。ツイッターにプリングルスの写真か、うん、ウインナーの写真か上げてもらってどっちが多くおつまみとして配られてるかっていう。いいですね。そんなもんウインナー勝つだろう。いや皆さんじゃあおつまみとしていいのはあと A 氏別ウインナー勝つ俺は好きっていうだけじゃん。いやいや相当落ち込むだろうな。押し付けてないもん全然。落ち込まんよ、2、3日寝込む可能性。いや全然落ち込まんよ相当きついだろう。え、ふーんぐらいだねほんまに。いやいやまあその時はちゃんとそのケアできるようなね体勢でいいと思います。いいです別にウインナー食ってますし普段。いやダメですプリングスってか。じゃあ皆さんどっちか乗せてくださいね。ええよ別に、うん、傷つかんよ誰もやってください。ブチラジネームペなんだペって。井口さん河本さんこんばんは、はい、特に井口さんのおすすめのオリジナルカレーのレシピを考えました、うん、材料がご飯1人前カレーレトルトでも手作りでもお好みのカレーを準備、うん、作り方あったかいご飯を器に盛り、うん、カレーの存在は一旦忘れる、うん、カレーの存在を思い出してから冷めかけのご飯にカレーをかける、うん、なんだよこれともやもやした思いを抱えながらカレーを味わう、ね、出前を頼んだのにカレーが届かなかった井口さんの気持ちを味わえるエモーショナルカレーですどうぞ皆さんも作ってみてください。ただ味のクオリティが下がるだけで、うん、思い出のカレーですから ね、 こ、 れねこの間、うん、ケバブ丼を買って食べたら、うん、てかあのバティオス横のケバブ丼を食べたんですけど、あもう芸人御用達のね、あれめちゃくちゃ安いんですよ450円だから、うん、信じられない安さなんですけど、うん、やったーって食べたらこう丼があってその、うん、まあ、安いこれ本当に意味は分かんないですけど、うん、まあ、最近って、うん、どん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 こうお菓子とか、うん、お弁当とか少なくなってきたりとか料金そのままにしたら量減ってたりするじゃないですか。うまい棒もちっちゃくなったらしいですね。そういうのあるじゃないですか、うん、それなのかな。それだとしても変なんですけど、うん、丼でまあ大量にあったんですけど食べてたら、うん、どう説明して、こう丼があったら、うん、ご飯が普通こうでしょ、うん、こうなんていうんですか、水平にこうその上にケバブとキャベツってるんですよ、うん、ご飯がこの丸型というかそのサイドも全部ケバブだったんだよ。そのなんかご飯が少なくてケバブがめちゃくちゃ多かったんだよ。それの方がええんじゃん。いやそんなことないと思うけどだ食べてて、うん、全然ご飯が出てこないんだよ、うん、中心にしかない、コアの部分というかあの角部分にしか、おにぎりみたいな、そう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 のとおにぎりがケバブの海の中にこうある感じで、うん、全然量が合ってねえじゃん。そうそうそう、あれ何だったんだろう、ちょっと得した気分になるっちゃなる。でも米好きですから僕は。ああそうか、そう食べたかったなとにかく米が好き。ケバブ丼なんかあるんだそこ。あるあるある、ケバブ丼ありますか。美味しいんでぜひ食べてください皆さんね。あそこ美味しいよ。以上ですかね、はい、以上公開収録のオリジナルメニュー案のコーナーでした、はい、さあエンディングです、ブチアジア YouTube とポッドキャストとオーディオブックドット JP の兄弟プランで配信しています。そして今回のオーディオブック特別編ではモデムのコーナーを行いたいと思います。ちょっと今回はね告知多めだったんであの皆さんいろいろ大変かもしれませんけど、まあね、まあ、詳しくはホームページとか、はい、ツイッターとかで随時告知していきますんでよろしくお願いします。お願いします。ぜひね公開収録この過去のを見てから来ていただければ。そうですね、これだから本当にいつも公開収録で30分しか撮ってないんで、うん、それ以外のところもぜひぜひあの改めて見てください。面白いですからね、そしてあとはゆずのもう A、うん、もうゆず告知せんでも A だろこれすごいメンバー中にヘルミッペってここにいますからね、しっかりすげえな、ヘルミッペと書かれてますんでね、とんでもないことになりましたなのでそのヘルミッペがデザインしたステッカーがありますんで、ステッカーがちょっと安すぎるけん500円とかですよ、ね、キリエーシ。いやでもそれはやっぱ小宮山さんのまあまあいるうちにね、ね、いるうちに本当に手に入れといた方がいいと思いますよ。そうですね、なんでステッカー200円 T シャツ3000円ぴったり持ってきてください。はい、お願いします。ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週さよなら。ありがとうございました。憎いじゃないですか、ひがみ人の幸せって憎いじゃないですか、妬み、ひがみ